ヤッホー。めっちゃ、鼻が、くしゃみがめっちゃすごいんですけど、すいません。ちょっとあんま無視してください。くしゃみと鼻水が、素晴らしいんですけど。ご飯は配信が終わったら食べます。花粉ではないと思う。タバヤンさん、ハートありがとうございます。そう、鼻がちょっとむずめ。あと昨日リングライト壊れたって言ったんですけど、新しいのを買いました。買いました。そう、なので今日はありです。こんにちは。あとはもう一つ、なんか迷ってて、今明日の夜何の話になるんですけど、いつものね、ひーちゃんのドラマが入るじゃないですか。ただ、あさっての朝がバカ早くてそう、あさっての朝は、まあ、もはや5時台配信なんですよ。5時台に配信します。先に言っとくと、そう、で5時台に配信するので、11時までドラマ見てて、5時には起きて、5時台に15分だけ配信してってなったら、私の体力問題ですね。そう、でもなんか移動時間でその日はちょっと寝れるので、そう、睡眠自体にそんなめっちゃ問題あるってわけじゃないんだと思うんですけど、体力次第。そう、20日は多分朝5時ぐらいに、5時台に15分ぐらいしか配信できないと思う。そう、だからただひーちゃんのドラマも見たいっていう気持ち、だから今すごい迷ってますっていうことだけ先に伝えておきます。はい、迷ってるよーって話。みずきさん、ハイビスカスありがとうございます。そう、私の体力次第。だからまたどうなったかとかは、みんなにどうするかとかは連絡755でしたいと思います。そう、現にもう鼻むずむず人間なので、今鼻以外は全然元気なんですけど、鼻だけちょっとダメでそうなの。だからちょっとなかなか治らないね。だって違う、鼻はね、今日から多分エアコンつけて寝たから
今日からです。なのでちょっとみんなにはその日だけ、19日の配信だけはちょっとやるかやらないかわからないみたいな感じになってしまうんですけど、ただまあ来週からは、昨日も言った通り来週からはちょっとずつまた配信強化週間みたいな感じにしていくのでよろしくお願いします。今週はね、まあアイドルとしてはちょっと良くないけど、まあ、お盆休みみたいな感じだったということで、夜にねご飯に行ったりとか、まあ配信がねそうあんまりできてなかったと思うんですけど、そうそう、さすがにさ夜さ友達とさご飯行った後にさ、まあ二十歳超えてますから軽くはね乾杯とかするじゃないですか。その後に配信するのはね良くないでしょ、仕事だから一応これも仕事だから、だからちょっとできなかった時間帯とかも多かったんですけど、時間できない日も多かったんですけどって感じね。マジで鼻がね本当に治らない、治らないっていうか今日今日良くない鼻の状態悪し、酔っ払いの反響を見、酔っ払ってはないですよ、酔っ払ってはないですよというかなんて言うんですかね、そんななんかウェーイみたいな感じじゃないです。はい、それはちょっとさすがにそれはちょっとさすがに橋本そういうウェーイみたいな感じの飲みはしないです。そう、売り切れが多分増えてる。10月10、なんか残りわずかだった分あったじゃん。10月14の2部かな。4部だ。10月
14-4に多分みんな落選したよって言ってたから、皆さんありがとうございます。ちょっと鼻水すごいんですけど、ありがとうございます。なので決裁を、決裁の方よろしくお願いします。根拠がないことが明らかに、根拠？根拠？え？根拠どうぞ。何の根拠だ。嬉しい、もう3部も売り切れが出て、まあ多分他のねメンバーとかはどんな感じなのかわからないんだけど、もともとね部数がそんなに少ないっていうのもあって、他のメンバーとかよりは。そうでもこうしてねちょっとずつ積み上げていかないと部数も増えないし、そうだからちょっとずつちょっとずつでも積み上がっていければなと思います。決済コンビニ今日まで、今日までです。皆さんよろしくお願いします。でもさ毎回ちゃんとみんなが決済してくれるからさ、毎回ちゃんと次のさ販売の時には売り切れですってちゃんと出てるのが本当にありがたい。まあ、空注文的なこともあるじゃないですか、そりゃ。それが本当にない私基本。例のとあるとあるの現場に来ています。橋本さんがいないのは確定すいません、いません、ごめんなさい。なんかいません。そういえばさ、ちょっと待って、次のあれ、次のやってみっちゃ放送、そうやってみっちゃあれ放送されました。 TVer さんで開放みたいな、開放放送されましたので、皆さん今度また一緒に見よう配信しましょう。でそのそれがいつだっけな、次でめっちゃ放送日、まだもうちょっとだ。1年越しに着た服の収録日が、ん？着た日が収録だ。そうです。ちょっとどういうことかわかんない。そうです。あ、そういうことか、意味わかった。あれか、1年越し、1年前に買った服を着たのが、ちょっと待って、もう一回いきますね。1年前に服を買ったんですよ。
でもその服を買った時がもうなんか夏終わりぐらいで、そうだから安くなってて買ったんですけど、そうでその服を1年前は買ったけど、もう夏終わりぐらいだったから着れなくて、それで1年後のこの前の収録の時に着たんですね、その服を。でその服を着て収録したんです。だから1年越しに、まあそんな感じ1年越しにその服を着たよって感じ。そう、言いたいこと分かってほしい言いたいこと分かってほしい。うん、うちの方が日本語下手だから絶対大丈夫。私の日本語下手度やばい、何も伝わらないマジで人に。よく言われる、ファンの人にも、どういうことみたいなそう、でも言わない人は多分伝わってないんだろうな、伝わってないけど伝わってるふりしてるんだろうなって思いました。はい、そう、申し訳ない。水族館見ました、嬉しい、ありがとう。またやってみっちゃ、一緒に見よう配信するので、その時も一緒に見てください。なんか下向いてると鼻水が出てくるの。そう、 TVer で配信されてます。竹兄さんハートありがとうございます。ありがとう。鼻風邪、夏風邪かな。やってみっちゃいい、サマステ。あれはもうあれらしい、あれはもうあれで終わりらしい、普通に。わ、待って、今何かを、何かを、何かをしようとして忘れました。鼻じゃなくて、忘れた。あ、え、違う、スタッフさんにじゃなくて、え、なんだっけ、なんかをしようとして LINE を開いて、やってみっちゃの放送日は確認したし、え、なんだっけな、マジで忘れた。
ツイッター？インスタではない、すぐ忘れるんですよね。まあいっか、ビーコンのカラオケの続き、え、まだビーコンのカラオケは一回もやってない。来週やるわ、鼻風だから今鼻風だから来週やるわ。忘れました、完全に迷子。インスタもね、ちょっと上げなきゃ、投稿しなきゃ。何を忘れた、え、わかんない、何を忘れたかもわかんないんです。昨日のメール、昨日のね、メール1通目かな、2通目忘れたけど、ちょっとさすがにメールでしか送れない写真でしたね、あれは。1通目か、ちょっと忘れちゃった。1通目か、昨日の1通目か。2通目は全然いつでも送れる、どこにでも送れるけど、1通目はメールでしか送れない写真でした。内緒で、内緒でお願いします。ここにも書かないでください。プンプン、書かないで。いや、なんかこの感想は OK、2通目が普通に可愛くて1通目が特別でした、これは OK、 直吉さんは OK、 許された。でもなんかそれっぽいやつはダメ、書くな書くな。面白かったですとかは OK。
じゃあ何がダメだったかっていうと、お風呂のやつか。はい、これはダメです。ネタバレ、ネタバレです。最悪、ネタバレされた。わかります？この違い、みんなにはわかるかな。頑張って。ハルピョンのあの髪型可愛かったとかは OK。むずいね、むずいね。そう、メール取ってくださってる方にしか送りたくないから、そう、伝えたくもないからメールで送ってるわけで。今日のメイクかわいいね。ありがとう。してないです。 No メイク、風っていうメイクだけしてるわ。ハルピョンのメイク、メール最高なんで嬉しい、ありがとう。フォルダの奥底に永久保存したよ。これは OK。 でもその後はダメ。その後はダメ、分かっちゃうでしょ。普通の写真しかないけど、どれだろう。おい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 、あれが普通なのかい。君にとってはそうなんだな。そうなんだな。ハルピョンの珍しい髪型かわいい。 OK。 みんなコメント大会になってる。完全にコメント OK かダメ、ブブーかの大会になってる。メールに対するコメント大会してるわ。絵文字かわいい。あのメールのなんか動く絵文字ですか。あれは使ってます。なんか変なやつが一番かわいい。ハルピョンのモバメ会員登録の罠にかかりそう。かかってください、むしろ。ありがとうございます。やばい、鼻水むずむずしてる。そろそろネイルがね、アウト。
思う。もともとね、シナタンじゃないや、ミスターの卒業公演終わりに撮る予定だったんですよ。あ、違う、福島、頑張って福島ライブ終わりに。そう、でも意外と残ってたから。24日出ますか？何に？何の話？かわいい、ありがとう。ありがとうございます。爪を剥いでますって言ったら本気でそっちの意味に聞こえるわ。小指だけ残しとこう、謎に。マジ謎にいつも小指強い。やっぱ使わないからだろうな、小指って。なかなか人間でも、この B はちょっといっぱいストーンを使ったので、せっかくね、外す、せっかくだけど剥がすのもったいないけど剥がしちゃう。次のお仕事に向けて、次のお仕事がどんなお仕事なのかまだわからないんですけど、ネイルを取りました。いや綺麗じゃないですよ全然。めっちゃ汚い、汚いっていうか、その皮がねネイルにとくっついてすごい白くなっちゃう。そう、でもまあいいやって感じ。取りたかった。小指はしっかりくっついてる感満載だから、ちょっと取るの大変そう。あ、右手の小指はすぐ取れそう。左手だけなんでこんなすっごい頑丈。お店でやったぐらい頑丈。まあいいや、ここ取れました。取りたくなっちゃった爪、うん、こんにちは。やっぱりこの自然にね、この左手の薬指と左手の人差し指は自然に取れたんですよ。そう、無理やり取ってないんですよ。だからやっぱ綺麗に取れてます。他の指は今無理やり取ったからちょっとあれだけど、心
この2つはね自然に取れたから綺麗に取れてる。爪の表面が綺麗って言ったらいいのかな。そう、ラジオネーム恋するうさぎちゃんだって。私の私のラジオネーム勝手に決められてる今。キュンありがとう、勝手に決めてくれた、ありがとうございます。ラジオとか送ったことない。ポルノグラフィティさんの歌詞、あ、そうなんだ、やばい、ごめん、知らなくて知らなくてごめん。MB ラジオさんでハルピョンの番組やってほしい。なんかさ、飛び入り参加待ってますって言われたけどさ、いや飛び入り参加した時に、まあ KNB さん側 OK だったとしても、うちの事務所側が NG だったらそう、闇営業って言われたら嫌じゃん、それがと思ってできない。マネージャーさんにあらかじめ言っとけばいいのかな、この日みたいな。なんか前回 KNB さんのラジオ出演させていただいた時にマジで飛び入り参加みたいな、本当に OK らしいみたいな言われたんですけどみたいな、この日飛び入り参加したいんですけどどうですかみたいな、いいですかね。そう、事務所確認は絶対に必要。ないと絶対怒られる。先に許可もらっとかないと。出れない気がする。報酬もらわなきゃいいのかな。確かに報酬もらわなきゃ。ね、どうだろう。やんないですけど、
やらないよ言ってるだけだよ、やらないよ。こんにちは。言ってるだけです。こんにちは。ね、ちょっとずつお腹空いてきた。愛しているという言葉しか言えないです。だってありがとう。はるくんと握手したいのに日程が合わない。合わせてくださいとしか言えない。大盛りと大食い対決してほしい。だってあ、不戦勝で大丈夫です。私別に 大食いじゃないし、うん、全然大食いじゃない。今日からカツヤでネギネギラー油のロースカツ丼発売。あ、カツ丼の梅で大丈夫ですすいません、カツ丼の梅で大丈夫です。あ、やばい、鼻水がやだ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 。新メニューあんまりそそられない。そう、そうなんだよ。カツヤの新メニューそそられないですね。普通にカツ丼の梅とかの方が美味しい。カツヤの話してたらお腹空いちゃった。ご飯食べよう。配信終わろうかな。警察の取り調べ、今度から勝也の活動上になりますってなったら捕まる？やばいでしょ。そんなんで人生棒に振りたくないお金払って自分で買います。あくびしてないよ。あくびしてないよ。悲しい。してない。お昼は何がいいかね。決まってない。
思います。またメール送るね。普通に普通のあくびもしてないし髪も切ってない。ハーピョンのことちゃんと見て。もう無理だってみんな、なんかあ、でもあと47分から始めててあと10分ぐらいで1時間になるからあと10分ぐらいします。なんか話したいことありますか。せっかくなら1時間しよう。昨日はホークス負けましたね。悲しい。今日はどうなるかな。延長します。配信延長。こんにちは。エイトでもしずくでもダンスでハル、ん？ハルピョンたまにウサギポーズしてるけどそういう振りですか？だってハルピョンなんですよ私。はい、私ハルピョンって言うんですけど、はい、ウサギなんですよ。だからですね、オリックス最近強いよねだって。いやでも勝ちましたけどねこの間ホークス、オリックスに。はい、勝てる相手ではあるんですよ。打線が続かないだけで。そう、戦が続かないから勝てないんですけど、そうなんですけど、勝てる相手ではあるんだよっていう話です。ハルピョン頑張ってね。ありがとう、頑張る、ありがとうございます。優しい。
ちゃん次第。まあ一概にそうとは言えないですけどね、別に。まあでも0点で抑えれば負けはないですからね、基本的には。そこはちょっと難しいところですよね。なんかさ、野球のピッチャーってさ、かわいそうだよね。だってさ、ピッチャーじゃない人たち、野手はさ、基本的にさ、なんかホームラン打ったりとか、その活躍する瞬間、MVP になれる瞬間、お立ち台に立てる瞬間がめっちゃあるじゃないですか。何回も打線が自分に回ってこれば、打席が自分の打席に回ってこれば何回もあるけど、ピッチャーって基本的になんかそうやってお立ち台に乗れるのってなんか数少なくない？例えばそれこそノーヒットノーラン達成したとかじゃないとお立ち台に乗れないじゃないですか、なかなか。そう、なんかあんなにいつも頑張ってくれてるのにかわいそうだなって思います。まあ、出番はいっぱいあるよね、それは。そう、一番テレビに映れる確かに指名打者っていうものがあるからゆえ起こることだと思うんですけどね、うん、確かに中継ぎの人がお立ち台に立ってるのとか見たことないかも、ほんま。私はないかも。待ってくれてるのにね。むずいところではあるか。ピッチャーの仕事って言われたら、そうだけど、そうだけどって感じ。ピッチャーだってお立ち台立ちたいよ。大谷さんは別じゃないですか。大谷さんと他の人を一緒にするのは違いますよ。それはもう意味が分かってない。大谷さんっていう人の大谷さんっていう人の意味が分かってない、うん、大谷さんって人を知らない、もしくは。そうです、本当に大谷さんっていう人の知ってますか？
りかけたい。でもすごいですよね、そんな時に生まれれてよかった。大谷さんと一緒の世界線に生まれることができたことに感謝です。マジで。本当にそう。ハルピョンと同じ世界線に生まれて幸せ。ありがとう。そんな言葉がスラッと出てくるなんて素敵。ももちゃんは確かに、ももちゃん、あ、ももじゃなかった、さくらだった。誰違った、ももじゃなかった、さくらだった。誰、ちょっと遠くて読めなかった。45分になりました。ランキングを読んでいきたいと思います。多分読んでたら47分になって1時間経つはず。福島の桃を食べてから桃ブーム。え、ね、美味しいよね、めっちゃ。みんな午後も頑張ってお仕事。ハルピョンは鼻水と戦うわ。ということで、午後は有休、午後はお休み、いいね、大事だよ。休みましょう、午後。私はお腹が空いたのでご飯を食べたいと思います。1位、やば、間違えた。Aダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。2位、くじのだいごさん、ありがとうございます。3位、ネバーストパット、買い増し分決済完了、大事、ありがとう。4位、マックミックさん、ありがとうございます。5位、三浦星アット HLF さん、ありがとうございます。6位、ともゆきさん、ありがとうございます。7位、ときめきこばぴょんあとぴょんずさん、ありがとうございます。8位、孫悟空さん、ありがとうございます。9位、赤花のソルティさん、ありがとうございます。10位、つっちーさん、ありがとうございます。12位、11位、なんかこういう顔の人、ありがとうございます。12位、ゴールゴー13さん、ありがとうございます。13位、ひろさん、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー47分までだったから47位、
48分になっちゃったけど、ケンニケンジさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ちょっと明日の配信に関してはちょっとまだ未定な、まだ未定、日本語変だね、未定なのでまた決まり次第お伝えしたいと思います。それではありがとう、バイバイ、みんなゆっくり休んでね、お仕事の人は頑張ってね、メール送ります。Bye.